今コロナウイルスで練習ができない状況ですが、みんな元気にしてますか？私たちはみんなに会えなくて寂しいです。練習ができなくても家とかで夢に向かってトレーニング頑張りましょう。今から私たちが6種目見せるので、それの自分の最高記録に挑戦してみてください。 できたらお母さんのお母さんに LINE とかで報告、結果の報告をしてもらってください。動画も欲しいな。動画、写真も、写真も欲しいな。1種目目は腕立て伏せです。高尾選手がやってくれます。はい。ポイントは腕を広めにとって曲げた時にここが長方形になるようにするっていうのと、ここがお尻上がらないようにまっすぐするっていうのがポイントです。はい。今から10回やってまいります。頑張れ。せーの、1、2、3、4、5、6、頑張れ。1、8、9、10。はい、素晴らしいです。これ10回できたらすごい。はい。はい、低学年の子やさっきの腕立て伏せが少し難しいなって子は、膝をついて同じことをします。膝立て伏せです。はい、あきちゃんがやってくれます。同じようにここは長方形になるように、で、せーの、1、2、3、4、5。はい、はい、こんな感じで頑張ってください。2種目目は腹筋です。北島選手がやってくれます。はい。まず寝っ転がって膝を立てた状態にします。ここでゆっくり上げてくる、上半身を上げてくるんですけど、自分がきついって思うところまで上げたところがスタート。でそこから少し頑張ってあげる、ちょっと上げる、これを5回繰り返します。せーの、1、2、3、4、5。ゆっくりやってください。3種目目はスクワットです。はい。スクワットは足を開いて膝を曲げた時に膝がその足より前に出ないようにするのがコツです。はい。ダメなついてた。ダメなのはなんか困難とか、もうめっちゃ出ない、膝が前に出るのはダメです。こんな感じです。はい、ここからいきます。はい。1、2、3、4、5。はい。4種目目はリフティングです。はい。ポイントは、ボールの中心を常に蹴るっていうのと、この蹴る逆足のを柔らかくするってことです。20回やってみます。数えてね。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。終わりです。さっきのちょんちょんリフティングがちょっと難しいなって思った子は、ワンバウンドリフティングをやってみてください。では5回やってみます。1、2、3、4、5。はい。ちょっとやったけど、みんな挑戦してみてください。頑張れー。頑張れー。